陳列とは、店舗の売り場、博物館等において、顧客、来館者に見せるために、商品や展示品を並べること。計画性、戦略性を持たせ、装飾を施した陳列方法をディスプレイと呼ぶこともある。カットケース陳列スーパーマーケットなど、セルフサービス販売を行う小売店を中心に実施されている。ゴンドラと呼ばれる陳列棚を用いる、全身立体陳列。 フック付き包材の商品を吊るす、フック陳列、バラ売りの商品をカゴなどに入れた、投げ込み陳列、ディスカウントストアなどにおいて、店舗までの輸送に用いた段ボール箱を重機として、用いる、カットケース陳列などの手法がある。目につきやすく手に取りやすい、ゴンドラの床上75から135センチメートルのスペースをゴールデンラインと呼ぶ。 あらり率の高い商品など店側が重点的に販売したい商品がここに配置される。原則として、同種の商品は上下方向に並べる縦割り陳列の方法が取られ、左右方向には陳列棚までの距離7 0トル顧客が商品を見渡せる、視野60度と見積もって、概ね9 0トルの幅に同一グループの商品を収めると、 顧客にとって選びやすい配置となる。陳列棚に左右方向に並べられた同一商品の数をフェイス数といい、例えば同一商品を3列並べた場合は3フェイスという数え方をする。この棚割りの配分技術をフェーシングといい、フェーシングの決定には該当商品の CM の延べ視聴率も参考指標としてしばしば用いられる。ゴンドラ重機の端部は ゴンドラエンドと呼び、ポップ広告などの装飾を施した、季節商品などの重点販売品目が配置される。マネキン人形を用いた、医療品店のディスプレイ百貨店など、対面販売を行う小売店を中心に実施されている。ムードアップ陳列、シンボライズ陳列、ドラマチック陳列など様々な趣向を凝らした演出で、購買意欲を喚起する。 時計や装飾品など工学商品などでは、ショーケースが、医療品などでは、ショーウィンドウやマネキン人形などが用いられる。化粧品などでは、日本用商品を外装から取り出して、顧客が手に取って試せる、サンプル陳列が行われることもある。陳列の一例書店での購入者の8割が、非計画購入と言われ、書店ではいかに来店客を立ち読みから購入へ、 誘導するための工夫の凝らした陳列が行われている。その際には、客が目当ての本を速やかに見つけられるように、見やすさと客の衝動いを誘発させる品揃えと、量の豊富感、さらに関連購買を促す、効率性のある陳列がなされる。書店の書籍の陳列には、背ざし、面陳列、平積み、複数陳列、多面陳列といった陳列の方法がある。 いわゆる本棚に書籍を入れる方法で見えるのは背拍子だけである。また多数の部数を置くことはなく、多品目の小部数で長いスパンで売りさばくための陳列法である。表紙を上にして積み上げる方法である。新刊やベストセラーなどを中心に展開される陳列方法である。ボリューム感を出すために平台にひな壇を作り並べることで一層のボリューム感を演出することがある。 一つの書籍を複数の売り場で販売することである。新刊を平積みするだけでなく、背ざしにしたり、ジャンルは違っても内容に関連するコーナーに売り場を展開するなど、一つの商品を複数名を見せて展示して訴求力を高める。仕掛け販売などで使用。小説などは、新刊は平積みから背ざしに時期とともに返本による扱い部数を減らしながら移動させる。 雑誌は、表紙が見える専門の棚に陳列するか平積みである。7日ごとの書籍の棚の移動の例、博物館博物館の展示環境を呼び、展覧会も参照。ありがとうございます。